劇団一撃の大熊です、まあ、ポニーの竹村という大好評ルミ散歩ね、はい、第1回一番視聴率いいやろ、いいよ、いいかな、あのね、まあ、こう面白いと好評でした ね、ルミ散歩は、はい、前回はあのカドマ、はい、ルミエルホールの近くをですね、はい、川原と2人で散策しましたね、はい、ルミ散歩を見て、あの、はい、アラニを食べに行ったという人が数名、はい、そして今回は、はい、前回宣言した通り平散歩、平散歩です、はい、に行きたいと思います、はい、まあ、ちょっとあっちを大阪の府立枚方、肩がもう消えてますけど枚方渚高等学校、まあ、我らが母校、はい、今日はそのあの何ですか、地区講習をね毎年我々、はい、その帰りにちょっとブラッドホイルを飲みながら散歩しようかなと思います、はい、まあ、ここはね、僕思い出深いね、ここここすごいのよ、あのな、ここ5つやねん、はい、で、みんな学校来るときに自転車でここから来るから、はい、ここに暴力的なほどの数の自転車が集まってタイとか中国すごいね、もう 何十機おんねんって言われてるしかも車もおるから車の周りに自転車がギュギュにおるとまあ迷惑やろね、迷惑やろね、いやすごいよ、あのさ、はい、ここってさ、スタジオじゃない、何もあるとするっけ、あ、もう一個動こうか、ここはね、しばらくこんな感じじゃないか、まあ、枚方、まあ、枚散歩なんでね、枚方を歩くんですけど、ここはちょっとその、本当に我々がいつも通ってた、はい、通学路、大体の人が大通り通ってくるんですけど、はい、まあ、ここも通る人が、ここも思い出、もう思い出を喋らせたらね、キーだよ、一撃屋の昔、はい、初代音響さんやった西津さんっていう、はいはい、初代団長がいて、で、あの桜田さんってよく聞くと思うんですけど、役者がいて、で、その二人が仲良かったんですよ、高校からね、そうです、で、ある日桜田さんが自転車を忘れたらしくて、はい、あ、そうなんやって話には聞いてたんですよ、はい、で、帰り道見たら桜田がその西津さんの自転車をかっぱらって走っていて、それを西津さんがダッシュでついていくっていう、もう苦情に止まりない状態を見ると、やばすぎる、その天罰なのか、桜田さんは違う日に自転車乗っててそのまま水路に突っ込んで一周したらしい、桜田さん結構ね、自転車のね、被害多いから、荒いから、ね、荒いからね、うん、もうちょっと桜田の話はね、これも尽きない、尽きない、桜田散歩がいる、桜田散歩、桜田さん、ゆかりの地を巡る、いや、桜田散歩、桜田散歩よね、いや、この辺はでも、水泳綺麗になってんな、わぁ、でも俺あんまし、ここはな、ユーザー、僕あっちの大通りユーザーだったよね、そうな、あの、君らとタコフレに行く時のみ使ってたよね、はいはいはい、タコ焼きフレンドですね、ここあれですよ、我らが京阪電車の、はいはい、線路沿い、線路沿いなんで、いや、あかん、これ俺ほんま思い出話したらすごいで、ね、何やったら幼稚園まで戻れるこの辺であのね、あの昔ねザ自転車屋っていうのがここら辺にあったのよ、うん、でっかい自転車屋が、それが倉庫だったのよ、あ、ザ自転車屋ね、そう、はいはい、あの倉庫やって、あで、はいはい、おとんかおかんと来て、なぜかあそこを目指してたはずやねんけど、この道を歩いてきてて、うん、でも我々が来たのはあれだっていう話になって、なんか頑張って、うん、あのここから降りて、あれ全部乗り越えて、いつからよくあんの、これいや、あのフェンスとか乗り越えたこのフェンス、いやこのフェンス乗り越えたやつね、いや思い出深いね、だからこれすごい、できないよ、まあ、ちょっと進んでいきましょう、はい、ここがかの有名な天の川伝説の発祥の地、天の川でしょ、そうですよ、全国に何個もある天の川伝説発祥の地のうちの一つですよこれもう一個向こうには笠崎橋という天の川伝説の発祥の地なんですよ
何個もあるんですよ。どれがどれか分からへん。これでもね、本当はここは天の川じゃないんです。かの有名なですね、はい、ビールかけ川なんですよ。ビールかけ川一体どういうことですか。先ほど我々の同級生に照明の小野健という男がおるんですけどね、はい、はいはいはい、まあ先ほど、まあ明日もあるんですけど地区講習、彼が照明担当でして、毎年この時期になると彼を思い出すんですよ。なぜかというと彼の誕生日だから、はい、なので誕生日ということで地区講習終わって我々はじゃあビールかけしようって言って下に降りて社長にね、小野社長にビールを存分にぶちまけたんですね。それはここです。これこの絵面おもんで、ここの思い出はそれのみ。俺はあるんだよ。田んぼでもあるの。あっち側をこうまっすぐ行くと河川敷に着くんやけど、はい、絶対に途中でロープが張ってあるの、はい、絶対に見えへんの、はい、だから週に 1,2 回ロープに突っ込んでザーンって行く。それだけずっとあるわ。これこのクズ鉄ずっとある。一度も歩みを止めたことがある。これすごいなとか感じで、そうそう、なんかあの映画とかでさ、あの近未来みたいな、はい、アキラとかそういう、はい、あの辺仮面フロアマン、あれもずっとある。すごいですね。室外機の外側、ああ、だ全部、ああすごい、ナットとかですね。ああ、ここはどうなの。しっかり夜めいてしまいました。マジックアワーを通り過ぎました。もう暗いよ。はい。で、第2回のこの、散歩企画、平散歩、竹野の慎太郎氏がですね、ここでお別れ。はい。旅は無事で夜は覗く。帰ります。はい。お疲れ様。その代わりちょっと別の人呼んでますね。はい。はい、そうなんです。では旅の仲間。出ました。まだ平方には。いるんです。います。じゃあ高野さんお疲れ様でした。お疲れ様です。広くないサップできる。ほんまや、ないサップある。びっくりした今。すごい。じゃあバイバイ。お疲れ様です。おはようございます。では超地元、ここからは、はい、西文さんというですね、また白方地元の。そうですね、完全に進んでますね。ちなみにでもね、西文さんは、うん、長尾。そう、じゃあ長尾なので実家は長尾です。なんでここで生まれ育ったわけだから平方では、まあ、な平方市の長尾のエリアというか、もう一個田んぼエリアです。長尾ちょっと上というか、はいはい、今からじゃあ我々は、はい、最近久しく行ってないですけど、はい、聖地行きたいと思います。たまらんね、久しぶりに。聖地河川敷へ行きたいと思います。こんな感じで撮ってるんですね。はい、今我々は、まあ、淀川沿いを歩こうとしてるんですけど、はい、途中で、はい、淀川資料館。おー、暗くて分かりませんね。はい、来たことあるんですか、奥野さん。ないねー。ないんか。30年生きてて私も来たことないです。枚方はまあ、そうですね、枚方は実は全国的に有名な町ではあるんですよ、はいはい、歴史的に枚方市民ね、はい、京都と大阪の宿場、はい、中間で休みはる宿場なんで、うん、鍵屋とかね、はいはい、あるんですよ、ね、たまに実は観光客いますからね。なんか旅館もありますか。旅館もまだちゃんとあるんですよ。ヒラパーもありますからね、一応ね。あ、そうそうそう、ヒラパーもある。何にでもコラボするスラパーさん。でもちょっと俺はしてた1回ぐらい行ったらなんな。そうですね、ここに住まうものとしては。何が見れるねんの、今の収録は見ますかね。はい、ギリギリかな、うん、まあ、まあまあ黒川ちょっとね、淀川資料館散歩で吉丸か、お
ですね。無料らしいんでね。無料？うん、無料って書いてました。あ、そうなの。じゃあ行ってみよう。ほんまに来てみてもいいと思う。あのね、実はあそこにパドの。おう、パド。パドや。あの、あの有名なパドの。パドね。え、パドって関西全域ですか？平方だけ？いやいや。全域じゃないか。全域なんかな。ここだからあれだよな、パドのその編集部。え、すごい、こんなとこにあるんや、パドの編集部。カウン氏ですね、パド分からない方いらっしゃったの。ここ売り込みに来ようよ。ここね、今度営業組長すごいな、この話を。俺、誰誰って言われた。劇団、知らん、知らん。平方やで。やばいな、やばいやつ来てもうたなってなるやろうな。あ、見えてきた、ね、茂みが見えましたな。やばいな、ここの辺ね。あ、もう夏ですからね。はいはいはい。うっそーとしてます。してますね。空が開けた感じするよ。すごく。空映ってる。空は、はい、ギリ青く。あ、ほんと。いや、でも星が見えますからね。うまいな。でも分かる。夏ですか。さあ、はい。来ましたね。聖地巡礼。すごい、めっちゃ綺麗やん、景色、なんかあの感じ。まあ、まだ。こっちは明るく見えますね、マジックは。おやおや、そう、ああ。まあ暗くて見えないんですけど、昔あそこで撮影もしましたね。ね、ちょっとこの青くなってるぐらいが、うん、あの淀川アンダーザブリッジさん、お二人が住んでる場所でございます。お二人が来てくださったんですね。そうですね。あれ淀川アンダーザブリッジさん違う違う違う、もう送られてたの。送られてよかった。淀川アンダーザブリッジさん、え、なんかすごい似てたの。他人の空に。あ、なるほど、なるほど。じゃあちょっと進んでいきましょう。はい、はい、はい。まあ、はいはい、このね、道下ってるんですが、はい、いよいよ、はい、我々が、まあ、毎日通っていた、いやこの道を通るのがそもそも懐かしい、うん、ねえ、久しぶりにこの坂下ってる。みんながね、思い思いの、その時バイクの人もおるし、チャリの人もおるし、駅から徒歩の人もおるしで、はい、だいたいやっぱ同じ時間にここでガッて一緒に行くから、そういう光景を思い出す。ね、ちょ、時間外、うん、時間が無限にあるから、うん、終電までできちゃうわけですよ。そういうことですね。つぼさかさん、すごいです。異常やねん、つぼさかさんが。足の長さを生かした猛ダッシュかますから、うん、もう、つばさかさん終電アウトじゃないかなっていう時間帯までおるんですけど、はい、ここからね、4分で行けるから。そうそうそう、ここから駅まで多分徒歩8分ぐらい、うん、かかるけど、つばさかさん4分ぐらい行けるって言うから、ほんまかと思って、いや、つばさかさんもうですよ、もうですよって言って、あ、じゃあ行くわって言って、つばさかさんが信じられへんってことで、この坂を駆け上がっていくのをみんなで見送る。見送る、あれめっちゃ速かった。めっ、恐ろしかった、あの坂を駆け上るつばさかさんのスピード。スピードって言ったね、あれ一回もだって乗り遅れたまで連絡来たことないですよ ね、 ね、早かったな、足で、いや懐かしい。うわぁ、いやよくなんか一個ね、ちゃんとしたんやな、こういうのが。そうだから、うん、こう、まあ普通の人よりは来てるけどね、うん、来てる来てる。1年ぶりじゃないか。最後を使ったいつでしょう。なんかちょいちょい来てるからね。一回来たよ。あれちゃいます、舞台美術ためのワークショップ公演。そんなここマイムマイム、ここで作りましたね。その後に行きましたっけ、来てる、あの動画あの後なんか、まあまあ一番最後はあの淀川アンダーザブリッジさんですね、はいはい、稽古で最後ってなんですかね。あ、それかな。じゃああんなんとかじゃない、稽古でしょ。あ、ちょっとそれは後やね、後であれか、舞台美術はモダンじゃないタイム。そうそうそう、懐かしい、見た人すげえ少ない。あ、見えへんやろうけどね、この辺からもうすでに、はい、我々の稽古場みたいなもんや。ここは我々のもう領域。このね、暗さは我々の稽古時間のリアルな暗さでございます。そうそう、大体こんなぐらい。冬はもう一個くらい。絶品とは言えへんわ、この暗すぎて。やばいやばい。はい、あの子とかね、あの坂 ね、 はいはいはい、うん、坂があるんですよ。ちょけてましたね。いやだってあのなんか一応ここ河川敷公園でトラック、え、え、また何、テントみたいな、何、お前だけか、何だろう、ちょっと見たことないもんがある。見たことないもんがある。
こことかでよう稽古しましたね。はいはいはい。芝生ね。芝生ここ。そうそう、はい。なぜなら駐車場に車がいっぱい止まってるから。ここでね、よう稽古したわ。ここであの、まあ、観光サポートりましたから。取ったな。ここに携帯置いた状態で稽古してたら、あの携帯が熱持ちすぎてやばいみたいな。江戸川河川公園。あ、この仮設トイレ。これね、めっちゃ怖いんですよ、これ。めっちゃ怖いんですよ。ここはね、この恐怖やねん。なんと、進化してる。風鈴がついてますね。ほんまや。すごい。いや、相変わらずやばいな。くっさ。くっせー、今ここ、かざしもくっさ。これ今回、大便ですね。はい。うわ、もう。やばい、怖いよ。こんな感じですけど、明かりが一切ないので。めっちゃ怖いんですね。めっちゃ怖いんです。あの完全安全でトイレしてる。来たよ。ここが聖地。全然聖地映らへん。いろんな公園が生み出された場所。いや、聖地です。昔の動画2期とかここで撮ったやつ結構撮ってますね。耐えない。ここだ。51とか。なんでそれを。もう話し出したらだから、うん、さっきの竹村さんと同じく無限に出てくるから。いや、エピソードしかない。ここすごい。わあ、懐かしい。この見てます、このね、ここでやってたんですよ、怪我しながら。割れ目が我々のバミリーでしょ。そうそうそう、ここの線がセンターでみたいな感じで。いや、お前、いや、でもなんか砂っぽくなくなった。あの辺ですかね。砂っぽかったよ。あの山本君が2メートルぐらいの高さから落下して、ケツから落ちた。へが止まらなくなった。そうそうそう、2、3日へが止まらなくなった。そういうことなんねや、人って。下ジャリジャリっていうか、まあ岩なんですけど、うん、やっぱ不倫の中で逆立ちとか入るとすごい嫌な気持ちになるんですね。手がね、ボコボコになる。膝中心の生活とかね。膝で回ったりとかね。痛い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 。ここで稽古するから膝中心の生活あんまやりたくないっていう要望もある。はい、やりましてとか。痛い飛ばす。ここにね、チャリ止めてね。そうです。たまに僕もチャリンコで来るんです、ここに。来てたね、元気やったね。20キロ超えてすごい。そのもう文ちゃんも知らん時期の話をすると、はい、まあ僕の家があっち側なんですね、はい、向こうからこうバイクとか、うん、チャリンコでやってくるんですけど、はい、舞台美術を僕が担ってた時期、はい、初期鯉のぼりみたいな、はい、3メートルぐらいの鯉のぼりみたいな、まあ、それを開いたら背景になるんですけど、はい、それをげんちゃんに乗せて、げんちゃんのメイン部分はそれで、俺は箱乗りでげんちゃんに乗り、それをこのやつにして、やばー、やばすぎる、すごい恐ろしい。で、それをみんな塗ってる間に僕は眠たくて、なんか あの辺の際で寝てて、やばー、エピソードがやばい。過酷やな。いや、いろいろありました。徹夜ね、ここでね、そうそう、徹夜稽古してるんですよ。一回夜明けたか。スリーナインの動画とかもありましたけど、うん、徹夜した。あの、案外だと思う。山本くんがよく言う、徹夜明けにあそこら辺で、コアラのマーチパって食ったらアリだらけって、アリと一緒にコアラのマーチ食って、うぐいわ、俺アリ食ってたんですよっていうやつは、ちょっとこの辺ですね。あれは聖地ですね。山本アリ食って、うつらない。僕初めて、うん、あの一撃屋の稽古場に来たのは、うん、あの入団前1回だけ来たんですけど、うん、竹光成田をやるからっつって縦の練習をしてます、一撃屋の稽古場に誰か来ませんかみたいな、うん、ツイッターで書いてあって、あったあったよ。それをったっけ。そうそう、僕が1回行って、私覚えてへんわ。それやったのは覚えてる。1回行ったんです。俺行ってないな。いや、大熊さんに連れてきてもらいました、僕1回。あ、そうやったっけ、はい、覚えてる。平方公園駅で待ち合わせして、うわー、なんか動画撮ったりして上げてたやつやんな。いや、ね、それちょっと待って、全然覚えてない。いや、でも多分その流れやと思う。なんかそういう系譜やった、うん、なんかアイディア欲しいから。10月、11月ぐらいに体験できませんか的な。おったんや。僕初稽古ここだから。どうやったん、えぐーって思った。いや、まああの、まあ、あのなんかちょっとワクワクしながら、ほんまにここでやるんやみたいな。そうか、それ全然覚えてないわ。誰か覚えてたのかな。みんな忘れてるかな。忘れてると思う。そうなってくると疑わしいね。疑わしいじゃない。なんで嘘つかなあかんねん。でもね、いろいろある。しかし鬼ごっことかもしたし、ここで、ね、ここでなんか夏祭りにみんなで行って、ここで飲み会しながら花火した記憶もある。青春やな。そう、俺が東京行ってた時。そうみんなで当てつけのように大熊さんにイエーイって言ってた。そうやな。あ、なんか多分みんな羨ましがらせたかったんですよ、はいはい、東京行ってんのが羨ましかったから、
羨ましいって言わせたいけど、お子さんがノーリアクションやから、もうなんやねんって思ってた記憶は。本番中やっちゃう。そうそうそう。で、あの坂、まあ、僕らは歩道を通ってきたんですけど、はい、車道があるんですよね。はい、で、見えねえな。見えへんけどね。見えないね。その車道に、うん、冬ね、寒いから車止めて、はいはい、竹村とかの車の中で、はいはい、セリフを覚えるわけですよ、そうそうそう、深夜に。ど深夜ですよ。それスタート1時超えてますからね。そうそうそう。で、セリフ合わせて、よし、覚えた。じゃあ、出動ってここまで来て、で、ここでやって、また戻って、ちょっと僕はそこでやろうって。よし、出動って。で、なんならここで通し。やって。すごいな。キャンプがあったんですよ、そこに。もうね、エピソード話し出すと止まらん。だって、その車道、橋がね、平方大橋ですわ。はいはい、反対側が、はい、高槻で、はい。向こうから、なんか、ものすごい、たまに暴走族がやってくる。はいはいはい。バーン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 って。で、僕らはそれが来たら、おって思う。なぜなら、たまに降りてくるから。そうそうそう。あー、来ますね。だから、おおお来る来る来るどうパーンっていう時と、おっ、止まった、どうなる来るのか止まってるけどっていう時があるんだけど、一番やばかったのは、お、来た、え、どうなのって言ったら、尋常じゃない数の車がバイク来て、そうそうそう、で向こうから白いフードとか白い服とか白い大きめのパーカーとかな、基本白の服着たギャングみたいなやつらが50人ぐらいで歩いてくる。事件や。いや、ほんでもうその頃のまだあれですよ、第5回とか4回公演の時期の僕らは知らんかった。イエーってやって、逃げろっつって、集会やちれって言ってわーって逃げて、え、集会は開かれたんですか、そんなところに。あ、まあ無事で、そうそうそう、で帰りがその車止めてるとこ見たら、これ早帰りたいやつどうすんねんっていうぐらい乱雑に止めてて、奥の方の車これ当分出られん、当分出られん、もうむちゃくちゃ止めとるやんけみたいな、すごいな、大変な感じで、その後でも稽古はしながら、関西にちょっと遠いところに乗らで結構知ってます。ここだとそういうなんか結構やんちゃな人たちも来て、私の年代でも見た記憶あるの、結構怖かったよ。そうですね。いや、僕も見たことあるし、バーベキューとかをよう昼やってますからね、ここは。元気な人たちは楽しそうにしてたね。そのバーベキューの匂い嗅ぎながらそこで結構してたいいなと思って。一番最初のびっくりエピソードとしてはやっぱり、はいはい、第1回公演、イエローアテンションの時の知らねえに12時ぐらいかな、はい、あのみんな枚方に住んでるから終電がないんですよ、はいはい、12時ぐらいにそこの下で稽古してたら、はい、酔っ払ったおばはんがこうバーってきて、演技うまいよ、いいよって言って見てきはんの。ああどうもって言ったら、うんうまいわ、えらうまい、あしらってて、10代のあれは、ね、10代、19、20ぐらいの、で、ああ行ったと思ったら、また向こうからおばちゃんが戻ってきて、はい、じゃあお花あげるわ、お花あげるって言って、その辺から引っこ抜いてきて、土、根っこ土ボロボロについたやつドーンって我々のアクティングの真ん中に置いてどっか行けるすごいな。あれは面白かった。出会ってますね。それが最初かもしれない。そういう感じのおっちゃんおばちゃんたまにね、たまに出会ってました。そうそうそう、うん、絡んでくる感じの、あえてんな、ガソリンって言いながらビールって踊りながら近づくおっさん、ちょっと知らない。ひらがなやばいよ。嘘やー。僕は面白おじさんはまだ遭遇してないですね、ここで。そう、いや、なんかおった記憶あるよ。あとはね、まあよく言ってる話としては、橋から飛び降りしたところに遭遇してしまって、警察がね、ここまさにここを消防車とか救急車が通っていって、俺はここで稽古してる目の前でザーッ、うちらの中ではアクティングエリアをいろんな車が通り抜けていくっていう。でもなんかちょっと怖い、これ何みたいな、大橋から逃げ出す、見た俺第一発見者って言わせたんだ。でもやめて、それ以上細かい話せんとってみたいな。なんかね、ここで稽古すると他にその気紛らわせるもんがないから集中力が上がるみたいな。そんなことないよ。いや、言ってたよ、河川敷の神様がおるみたいな話してましたよ。
いや、してたよ、してましたよ。違う違う、集中力上がるんじゃなくて、うん、開放感があるから。あ、そっちか。なんかこう、ちょっと、うん、ちょっと違うことが、はいはい、になるというか、やっぱ声も気兼ねなく張れるし、うん、出せますしね、ドラーってできるようになっちゃってるから、ちょっと普通の感覚とちょっと違う感じにはなる。ハイにはなる。ハイにはなる。時間の制限がある意味なくなってしまうことにもよる、うん、からなんか通し稽古を始めてそのまま夜明けとかね、ありましたね。あ、朝になったなみたいな。ちょっとまた、うん、動画日記みたいになってきちゃった。いや、お前、わかんない、まあ、これは平散歩です。平散歩。あの、雨降ってきたらよく橋の下に行くって言ってたのはあの橋ですね。はい、あの下で雨風染み込ましたね。記憶に新しいよ、まだ。したな、はい、ちょっとこれ語り出すと止まらないんで、まあちょっと散歩しましょうか、また。はい、はい、はい、ここが有名な喫茶アドスナック、琥珀。知ってる人いるのかな。川崎マヨの実家でした。はい、今テレビで紹介してます。今、閉まってますよね。マヨカレーという、あのこの辺に置いてますね、マヨカレー。一回もね、来店したことがないんでね。まあ、いけない。どこがわかる。うちに昔よく出てくれてた山口恵子さんが一回行って、はいはいはい、普通だったんですよ。その一言で東北行くことはないなと思って。で、まあこんだけいるので、うん、昔ね、そこで川崎マヨと遭遇しましたね。一、はい、ね、回海屋でね、すごい地元の連れみたいな人たちと来てましたね。年末年始、ここもだってよう稽古したもん。ここよう稽古しますね、うん、ここね、ここもね、よう稽古した。動画日記でここもよう出てくる。よう出てくるね。そう、なぜならコンビニが近いし、駅が近いからすぐまた帰れる。あの、嵐の振り付けはここで生まれたんですね。あー、よう覚えてんね。ここで。あれなんかデップキンの振りここでやってた。やったやった。なんかそれを動画で撮ってた記憶もある。いや、まあまあ、ちょっと、じゃあ、うん、平散歩は、ここをゴールとします。はい。疲れた結構、うん、河川敷広かったわ。そうっすね、割と歩きましたね。はい、まあ、うん、平方町歩き平散歩はですね、うん、ちょっとね、まだまだ行きたい場所が実はあるんですね。細かくなってるとタコフレとか。タコフレ、ね、ちょっと序盤にちょっと言いましたけどタコフレ、タコフレ、本当はもっとフレ。まあでも、はい、とりあえず今日はこんなもん、はい、で、次、来月はですね、はい、散歩企画最終回はなぎ散歩をお届けきましたね。なぎ散歩、どういう意味かと言いました、はい、冒頭映っておりました、はい、平方渚高校ですね、うんうんうん、まあ我、まあ、元母校の場所を、はいはい、ちょっと散歩、散歩っていうか、いやでも正直神回の予感、撮影立ち会ってないけど、撮影まだです。あ、まだなの。あ、そうなんや。あ、そうか。撮り直してもらえませんか。いや、もういいよ。ちょっと分かってなかった。かまへん、かまへん。ああ。かまへん、かまへん。ですね。まあ、もういいんですけど。ごめんなさい、ごめんなさい、意味分かってなかった。一応。ごめんなさい、意味分かってなかった。ヤギ散歩撮ってから今、うん、平散歩撮ってて、うん。一応我々は今まで、平散歩撮ってからヤギ散歩撮った手で進めたんです。まあ、我々ですけどね。はい、時間帯的に。まあね、タブーを犯した。それをこの一言で小娘やっちゃった。ああ、ごめんなさい、ほんま、すいません。あ、いやいやいや、俺らのこのさ、うん、ちょっとしたこう喋る時の注意心を、超えちゃいけないラインをそこで引いてたのに。しかも私、その来週はなぎ散歩ってやった時に、あ、なるほどね、先にこっち放送してなぎ散歩やんねん、はいはいはい、分かったぞって思ったのに失言かましちゃった。すいません、バカ者。やっちゃったね。来月は、はい、凪散歩もうすでに収録しておりますので、まあ、週ほど懐かしいものがいっぱいあります、はい、で、平散歩をもう前、事前に収録した体で喋ってるところがありますけど、いや、ちょっと恥ずかしいことしちゃった。多めに見てください。あ、まあ、恥ずかしいことあっちゃうよ。じゃあ、凪散歩でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。俺は結構あれだ、水のようやね。ふちゃんって感じ。
大丈夫です。強い？強いです私。私めちゃくちゃ強いです。負けた。でも女子の中では？いやいや、もう男子でやってました全然。俺あの男尊女卑すごい。大丈夫です。もう男子やってました。勝ってましたから。ちょっと竹村さん、はい、審判して。はーい。あ、よし、しっかりとくな。はい。はい、おい。おい。おい。はいはい。おい。今の。え、何？何が？今のは何ですか？何が？うれ！うれ！うれ！今のですか？今のですか？うれ！今のなんすか？今のなんすか？惜しい惜しい。今のなんすか？多彩な、多彩な攻めやな。おい。今のなんすか？今の。今のなんすか？今の足。足が動いてましたよね。うれ、セコハコイチ。ほんまかね。はい、手下げない、手下げない。手下げないよ。手下げないよ。注意、注意やで。注意やで。手下げない、手下げない。見てください、見てください。ちゃんと見てください。うれ、ちゃんと見てください。はいはいはい、手下げな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 い、これな、これな、一生懸命やってるんですよ、一生懸命やってるんですよ、俺一生懸命、あ、妻飛んだ、ごめんな、今やー、おれなんだこれ